平野紫仕様の後釜何わ男子道江春二24時間テレビの手紙に寄せられた皮肉とはこんにちは、尊敬する読者の皆様。日本のエンターテインメント界における注目の話題をお届けします。何わ男子の一員である道江春雄が最近の24時間テレビでの手紙朗読が話題となりました。この出来事には皮肉や賞賛の声が広がっており、 その背後には興味深い事情が隠れているようです。手紙からの意味深な言葉今年の8月26日から27日にかけて放送された24時間テレビ愛は地球を救う46。これは日本テレビ系列の大型チャリティ特番でなにわ男子のメンバーがメインパーソナリティを務めました。しかし、注目を集めたのは番組終盤でした。 番組の締めくくりで、道江俊雄が手紙を朗読する場面がありました。羽鳥り一アナウンサーが、道江くんからお手紙です。と話を振り、手紙を手に取った道江は、感慨深げに、何は男子のみんなへ、普段なかなか言える機会もないので、僕なりにみんなへ、何は男子への愛を伝えたいと思います。と語りました。 道江はグループ結成時やデビュー発表の瞬間などを振り返り、その思い出に涙を流しました。彼はこの24時間テレビをきっかけに多くの人に知ってもらい、国民的アイドルになりたいと僕は強く思っています、とも続け、メンバーの決意を表明しました。そして道江はメンバーに向けて、 これからも、この7人だからこそできることを一つずつ形にしていって、たくさんの方々が心から楽しめるようなジャニーズのエンターテインメントを届けていきましょう、と呼びかけました。この手紙の内容がネット上で反響を呼びました。しかし、その反応は賛否両論で、道への賛辞と皮肉が入り混じっています。 ミッチーの強さに賞賛手紙で強調されたのはジャニーズのエンターテインメントという言葉でした。この点についてネット上の一部のファンからはミッチーに対する賞賛の声が上がっています。特に逆境の中でこれを生放送で言い切ったミッチーは芯が強い。ずっと応援するよとの声が目立ちます。 しかし、中には冷静な意見もあり、ミッチーはジュリニだから、ずっとジャニーズでアイドルしてたいって思うのは当たり前、といった意見も見受けられます。ここで言われている、ジュリニは、ジャニーズ事務所藤島ジュリー恵子社長のお気に入りという意味の言葉です。週刊 フミハルによれば現在高校生のジュリー社長の娘が何わ男子の大ファンで特に道へがお気に入りだと報じられています。この事実が道へが手紙を読む選ばれた理由の一つである可能性が考えられます。平野紫耀からの後釜としての挑戦また道へ主流の近況も注目されています。 彼は今年の24時間テレビ、うちのスペシャルドラマ、虹色の超口的ーが医者と歩んだ町工場の奇跡で主演を務め、さらに10月からは広瀬アリス主演の連続ドラマ、マイセカンドアオハル TBSK に出演する予定です。 そして、P&G ジャパンのエアケアブランド、パブリンズの新 CM キャラクターとして、道枝は北斗小夫妻と共に起用されました。これは、元キング・アンドプスの平野市用から引き継いだものであり、一部のファンからは、さすがジュリー社長の娘のお気に入り、という皮肉の声も聞かれました。 道江自身は過去のインタビューで今は韓国のエンタメが目に見えて盛り上がっていますがもっともっと頑張ってジャニーズの時代をもう一度作りたいと語っており何は男子が国民的アイドルになるために向かって進んでいることを示唆しています 結論なに男子の道江春友が24時間テレビでの手紙朗読で注目を集め、その内容がネット上で反響を読んでいます。彼の強い意志とジャニーズ事務所のサポートが彼の今後の活動に大きな影響を与えそうです。道江春雄は平野市用からの後釜として様々なメディアで活躍しています。その成功には ファンの熱狂だけでなく、ジャニーズ事務所のサポートも不可欠です。今後、なにわ男子がどのように成長し、国民的アイドルとしての地位を築いていくのか、注目が集まります。以上、なにわ男子道へ春優にまつわる興味深い出来事についてお伝えしました。これからも、彼らの活動に注目し、応援していくことでしょう。